うらげチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。河合貴子です。今回は皆さんからいただいた質問に対してズバリお答えしたいと思います。それでは早速質問どうぞ。感染の MVP って言ったらね、すごい難しいんだよね。西川周作選手のね、もう何とも言えないゴールストップね、ファインセーブ、ああいうの見ると西川選手って言いたいんですが、あとね、柏木選手も怪我する前のね、あの素晴らしいパスとかって言いたいんですが、いろいろ悩んだ結果、やっぱり私は怪我から復帰してきた青木選手だと思います。青木選手がボランチに入ることで、随分浦和の攻撃、守備の部分は安定したと思います。本人はね、かなり悩みながら、今こう大槻監督になって3ディフェンスの下がって真ん中に入って、牧野選手と、まあ、岩波選手、右のストッパー、もしくは森脇選手が入ることもありますけど、このストッパーを高く押し出して、まあ、フォーバックの4枚回しでね、青木選手がボールを保持しながら浦和の攻撃のリズムを作ることができるっていう、余裕をちょっと後ろでね回して持たせることができるっていう部分はすごい青木選手評価高いと思いますよ。で、青木選手からの、まあ、チラシのパスっていう部分でもいい部分はあるし、ただ本人が言うには後ろで回した方が落ち着くっていう仲間の選手の話もあるし、やっぱりもう一枚前で青木選手がプレーをすることで、ちゃんとボランチの高い位置 でそこで蓋をね、相手の攻撃の蓋をするっていうところのプレーと、その使い分けの部分が非常に難しい、もうちょっと青ちゃん前出てよっていう風に言われることもあるそうなんですよ。で、本人はその試合の流れの中でそこの判断の部分、今度から試合を見るときに青木選手がどこの位置でプレーをしているのかっていうのをしっかり見てほしいと思うんですが、私はやっぱり、ね、青木選手のその存在感、守備の部分、それから攻撃のゆっくりとボールを回す部分っていうのは、青木選手が帰ってきてからだいぶ良くなってきた。あとは青木選手と誰が組むか、それと青木選手が下がった時の中盤のスペース、そこをどうやって埋めるのか、そこからパッサーが欲しいね。やっぱり贅沢な悩みなのかもしれないけれど、そこの部分を、まあ、柴田選手なりがやってくれたらなとか、エベがもうちょっとやってくれたらなとかっていろいろ思う部分があるんですが、ズバリ私は前半戦青木選手が帰ってきてからだいぶこう安定感が増したということで、青木選手にしたいと思います。青木選手おめでとうございます。ステップワークと、ステップワーク、本当にステップワーク、ステップワークっていうのは具体的に言うと、ボールを持ってない時の、そのボールを持ってない時のステップを踏みながらボールを借りに行くところ、オフザボールの動きっていうのはものすごい進歩したと思うな。ずっと居残って青木選手が取り組んでるところ、ここ何年もやってるとこなんだけど、それはもうオフザボールの動きを見てたい。相手のディフェンダーっていうか、相手がプレスをかけてきてるところを釣りながらふっとこう外すステップワーク、オフザボールの動きで、そういうのとか、ボールを借りに行くときも相手が来ないだろうなって思ってるところをこうステップワークからスッとこう入ってくるっていう、そのオフザボールの動きっていうのは、青木選手もともとポテンシャルがねある選手なんで、ただ私的にはもうちょっと青木選手にゴール前にね顔を出す、ただその位置がね、ポジショニングの位置が低いと、それはなかなか厳しい部分があるんで、そこの使い分けだよね。もう一枚前でプレーをするのか、ディフェンスラインに下がってゲームをコントロールしていくのかっていう、そこの使い分け、だいぶ良くなってきてる。ただ前に出た時はゴール前に飛び込んでいくような動きっていうのを、これからもっともっと青木選手はできるプレイヤーだと思います。この選手が浦和に帰ってきたらやっぱり違うなっていう、こう思わせてくれた、やっぱりこれが浦和なんだよって思わせてくれた関根貴大選手です。
やっぱ違うね、なんて言うんだろう、その違いっていうのは向こう行ってね相当苦労したと思うんですよ。その苦労した甲斐があったなってつくづく思える。体幹も強くなったし、勝負のその縦への突破、それから中へのカットイン、あと視野の広さ、そこの部分もだいぶ強くなってスキルアップして帰ってきてくれた。普通向こうでなかなか試合が出てないとね、こうだん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 こう落ちてくる選手も、落ちて日本に帰ってくる選手もいるんですけれども、よそのクラブでね、誰とは言いませんけど、想像していただければわかると思いますが、ただ関根選手はなかなか向こうでも試合出場チャンスはなかったけれども、落とさずにさらにレベルアップして帰ってきてくれたなっていうふうに思います。興梠慎三選手なんかもね、あのやっぱり関根選手が帰ってきたら違うねっていうふうに言うぐらいですからね、私的には存在感を十分に見せつけてくれた関根選手にしたいと思います。実際大人になったなってすごく思う。それはどの辺で感じますか？もともとしっかりしてる選手なんですけれども、ちょっと照れ屋で恥ずかしがり屋で、なんか質問してもニヤって笑ったりとかして、笑いで逃げちゃうところがあったんですが、もう今質問してももうしっかりとはっきりと自分の意見を述べることができるし、あと練習態度とか見てても、あ、やっぱりリーダーシップを取っていこうっていうような意識が高いなって、うん、こういうふうにしようよみたいな、こう味方とのコミュニケーション。だって関根選手がで帰ってきた時、知らない選手もいるわけじゃないですか。一生懸命コミュニケーション取ってやっていこうっていうすごい高い意識をすごく感じます。やっぱりね、成長してるよ、私も年を取るわけだ。じゃ あ続いてズバリファブリシオ選手です。やっぱり、ね、点取らないと。で、怪我から復帰してきて、でああいう風に長期の怪我をしている選手っていうのは、復帰してきてすぐ活躍できるかっていうと、これは本当に難しい。試合感だけじゃなくって、こう自分が点を取らなきゃっていうようなファブリシオ選手の場合、あんなねストライカーでも焦りっていうのがあるのかなっていうぐらい、今までだったらもうベストの状態だったら必ずシュートを決めてるシーンでも焦って打ってしまったりとか、遠目から無理やりね打ってしまったりとか、いやいやそこあのファブリシオ選手打たずに左に展開したら、あのそこに武藤いたよねっていうようなシーンとかもあるんですけど、ちょっとまだ視野がもう狭くなってしまって、試合感がまだまだ本調子じゃないな、でコンビネーションの部分もちょっとずれてるなっていうところがあるんで、ただこれはやり続けていけば必ずベストな状態に戻ってくるはずなんで、後半戦あのいい状態の部分が出てくれば、ファブリシオ選手がガンガン点取って、興梠選手、ファブリシオ選手、武藤選手、このあたり、あと杉本選手がね、ディフェンダー引っ張ってくれてね、引っ張ってくれて、その落としにズドンとかね、やってくれるんじゃないかなっていうふうに期待したいと思います。ファブリシオ選手の活躍、ぜひ皆さん見ててください。